ほど肩が背中が砕けそうなほど俺は刀を振り続けた。それでもサビトには勝てなかった。ダッダッ、肺が心臓が破れそうなほど息が命が燃えるほどに俺は刀を振り続けた。月日はただ流れ、半年ほどが過ぎた頃、その日俺が挑みに行くと、サビトが真剣をその手に持っていた。半年でやっと男の顔になったな。今日こそ勝つ、より強く、より速い方が勝つ、より強く、より速い方が勝つ、勝負は一瞬で決着する、この日この瞬間、初めて俺の歯が先にサビートに届いた。勝ってね、炭治郎。あいつにも